中です。はい、どうもミスターです。こんにちは。では今回ね、ちょっとお仕事で入ってきたね車両の紹介したいと思います。トライアンフね、メーカーはトライアンフで、ボンネベル T100 ってやつですね。多分このカナリンからすると2011年ぐらいの、モデルになると思われます。まあ、この辺のカバーがねちょっとメッキになってるので、もしかしたら仕様変更しているかもしれませんね。でちょっとマイルドカスタム的な感じとなります。で今回ね、エンジンガード装着のねご依頼がありました。エンジンガード、しかもね年式が違って、で寸法も出ていなかったんですよね。でちょっとね、エンジンガードの方を、譲りまして、無事ね装着することができました。そして前のオーナーさんがねここやろうとした時にオイルも吹いていたんで、オイルのね吹きも、多分ね直ってると思います。そしてねこのバイクはねのオーナーさんは女性の方なんで、結構ねちょっと足つきの問題が多少あって、で今後ねサスとかシートをね交換していくと思われるんですが、結構ね他の車種と比べてシートがねすごく高い気がしましたね、金額がね。まあそれもちょっと含めていろいろねチェックしなきゃねいけませんね。やっぱねローダウンサス、例えば20ミリローダウンとか30ミリローダウンのサスにした場合にやっぱね金額がねいいメーカーのやつだとやっぱ高いとね、やっぱ18万円とか、安くても7、8万、ちょっと適合がねいろいろあるみたいで、サイズがいろいろあるみたいで、ちょっとまだそこまではね調べきれておりませんが、なんだかんだ言ってねやっぱね CB 系のサスも高いですけど、やっぱ大型バイクのねサスペンションは結構やっぱ値段がありますね。さあそれじゃあね、少し外に出てきました。とりあえずねオイルはね前回漏れていたところのやつがこっち側に垂れてきてみたみたいですね。まあちょっと分かりませんので、ちょっともう一周ね回って、オイルの状況をね確認したいと思います。オイルラインのところのガスケットがちょっとね、僕の感覚的に言うとちょっとオイルシールのね幅がね薄いですね。なのでもしかしたらそこでオイルが漏れていたのか、でもしこれでダメだったらもうそのシールをね4枚とも交換する必要がねあるかなと思いました。なんかすごく走りやすいバイクですけどね。ただ確かにね車高がちょっとね僕にもちょっと高いかなといった具合でしょうか。このハンドリングが乗っとる感じは CB の K0 とか K1 にね近いこのポジションですかね、ライディングポジションというか、そんな感じがしますね。だけどやっぱさっきも125のモンキー乗ったんですけど、もう全然その移動できる距離がもう全然違うイメージですね。いい感じですね。ただまあ漏れてなければ嬉しいですが、ちょっとねどんな感じか一回、右側はね確実にもう漏れてないです。これ右曲がってみましょうか。